ウニさんに盛り上げていただきまして、今日はですね FM 那覇さんでやりますということでこの1週間やってきたんですけれども、今日がこうね、ここ満席になってものすごいプレッシャーの中で僕はやらないといけないなって思ってたんですけれども、知ってる顔が半分、昨日もねご覧いただいて本当にありがとうございます。とてもやりやすい環境でできることを嬉しく思っております。私屋台村村長と申しまして、ご存知でしょうか、国際通り屋台村という施設が2年前にできまして、そちらの村長をさせていただいておりまして、オープンの当時は仕事がたくさんあったんでございますけれども、最近はもうとんと仕事がなくなりましてですね、村長業がなくなった代わりに落語でもしようかなと思い立ちまして、この1、2年ちょっと落語の方を力を入れてお勉強させていただいております。まあ、この名前も屋台村の方からは使うなと釘を刺されておりまして、これっきりかなと思いますので、屋台村村長としてのお話はこれが最後になるかもしれませんので、ぜひ皆様しっかりお聞きいただければと思っております。暑い中本当にありがとうございます。純駆動いらっしゃってたんですか？ね、遅かったですね、それ僕たち待ってたんです。で、藤木さんがね盛り上がってこう長くなっちゃってね、その方たちがみんなこっちに来てこっちが満席になるのかなと思ったら、藤木さん見てみんな満足して帰っちゃったんです。ね、来ていただいて嬉しいです、ありがとうございます。まあ私ももう43になりましてですね、いろんな職業を経験してきたんでございますけれども、まあ皆さんもいろんなご職業の方がいらっしゃるんだと思いますが、職業もまあ小さい頃はね野球選手になりたいとかいろんなこう分かりやすい職業で夢を描いておりましたけれども、まあ大人になってみるといろんな職業があるんだなと思いますが、江戸時代にもいろんな職業がございまして、まあ亡くなった職業もたくさんあるんでございますけれども、今日お話しする中にくず屋さんというのが出てまいります。廃品回収でね、まあしばらくチリシを新聞の紙をね集めてこうトイレットペーパーに変えてくださるような職業もございましたが、最近はとんと見なくなりましたけれども、昔はまあくず屋さんという職業もしっかり江戸では成り立っていたという話でございますが、今日はそんな真面目な正直者の清兵衛さんというくず屋さんが登場するお話でございます。くずーい、くずーい、くずをー洗い。清兵衛さん、今日も元気に街を流しておりますと、前の方からくず屋さん、くず屋さん、小さな優しい声が聞こえてまいりました。声のする方を見てみますと、とても綺麗なお嬢さんがスーッと立ってらっしゃる。年の頃で17、8、ね、顔は綺麗なんでございますけれども、なんとも身なりが少々みすぼらしい。案内されるままに古い長屋の奥にずっと入っていきますと、お父上、くず屋様をお連れいたしました。おお、くず屋さん来てくださったか。さあさあこちらへ。そこのくず女、値を買うてもらいたいのだがいかがかな。これだろうと思って計らさせていただきました。七問目を少々勝っておりますけれどもな、こちら初めての商いでございますので、本日は八問で取らさせていただきたいと思います。おお、さようか、それはかたじけない。今一つ頼みというのがな、この仏像なのだが、こちらも値を引き取ってはもらえんかな。あら、骨董でございますかな。私そういうものはお断りしておるんでございます。というのも私そういうものに目が利きませんでな、ああまあ商売でございますから、自分が損をするのも嫌でございますし、そちらの方になまじ価値があるもので損をさせるようなことがあっては私も気分がよろしゅうございませんのでな、そういう骨董のものはお断りしておるんでございます。まあ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 、そう言わずに話だけでも聞いておくれ。実は藩の名は明かせんのだが、わしは名前を千代田牧斎と申してな、ご覧の通り浪人をしておる。妻とは早くに死に別れ、今は娘と二人暮らしだ。昼は子供たちを集めて素読の指南、夜は売卜をなりわいとしておるがな、この長雨で頼みの綱の売卜に出るわけに参らんでな、少々生活が窮しておる。わし一人ならどうにでもなるのだが、娘がの夕下の膳にもう一品添えて差し上げれればよろしゅうございますのにと、時には涙を流しおる。親父としてこんなに情けないことはない。
そこでだ、この仏像を少々の金に変えてこの灸をしのごうと思っておるのだ。事情をさせていただいて引き受けてはもらえんか。この通り頼む。いやいやいや、頭をお上げください。さようでございますか。そのようなことでございましたら、わかりました。ではこうさせてください。この仏様を私100文でお預かりいたしますので、脇でもって100文より高く売れた時にはその差額を折半にしてこちらにお持ちするということでよろしゅうございますから。いや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 、100文で十分だ。それはそなたの商いの力量だ。きちんと取っておきなさい。いや、そうさせてもらった方があっしも商売がしやすいんで気持ちもようございます。こちらがクズの分の8文でございます。でこちらがお約束の100文でございます。お確かめください。108文、煩悩の数ですね。毎度あり。そう言いますと籠にクズを入れまして、その上に仏様をそーっと入れて、清兵衛さんまた商売に出るわけでございます。クズイクズイ、場所は変わりまして、こちら細川藩のお屋敷のお窓下でございます。今お屋敷でございますから、お侍さんがたくさん住んでるわけでございますけれども、凌介、今戻ったぞ。うん、江戸御勤番を預かって早10日。いや、江戸の暮らしにもやっと少し慣れてきたな。まあしかし、男二人でこの殺風景な部屋をあてがわれてもな。見ろ、的にするものが何もないと精進も怠るようになるな。あ、今度二人で町に出ての何か買い求めてこよう。の、江戸の町は面白いぞ。ああなあ、くずーい、くずい、くずおーあらい。窓下を何かどころなかっからか。おお、お前、何の商いだ。あ、へい、あっしはくず屋でございます。くず屋とな、ゴミを売って歩いておるのか。いや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 、そうではございません。あっしはくずを集めさせていただいてるんでございます。うん、そのようなものが商売になるのか。江戸だな。お、その籠の中に入っているものは何だ。象か、仏か。ええ、象でも豚でもございません。仏様でございます。面白いやつだ。ああ、その仏とやら少々見てみたいな。上がってこい。おお、来たか来たか。先ほどの仏早速見せてもらおうか。ええ、こちらでございます。おお、凌介、見てみろ。なかなか良き品だ。これは売物か。この品は売物か。いや、大仏ではございません。小さきものですし、古きものですから古物といったところですかな。何を言ってるのか。売物、売り物かと聞いておるのだ。あっは、買うてくださるのでございますか。もちろん売り物でございます。値は、値は お前のことではない。値を聞いておるのだ。いくらだ。失礼いたしました。そちらの値でございますな。100文で、あ、いけないいけない、100文で買うてきたものでございますので、それ以上高く売れればいくらでも結構でございます。実はですな、先の古長屋の奥で買い求めてきたんでございますが、浪人様でしょうね、千代田牧斎様という方でございまして、夜は子供たちの早読を直して、夜は梅毒を直していらっしゃるとおっしゃってましたから、お医者様ですから。それも聞き間違いだろう。おそらく昼は子供たちを集めて素読の指南、夜は梅毒液だな。あ、さようでございますから、まあ、その方から100文で預かってまいりまして、100文より高く売れましたらその差額を折半でまたあちらにお持ちすることになっとるんでございます。ネタ帳を全て明かしよった。正直者だな、そなたは。そうか、ご浪人様か。まあわしも少しは力になれるやもしれんな。では200文でどうだ。200文、本当でございますか。はあ、これは助かります。早速折半の50文はあちらにお持ちしたいと思います。おい凌介、この者に200文使わせよう。のう、クズ屋、わしはな、高木作左衛門と申す。うん、江戸に来てまだ10日だ。友達も少ない。ぜひな、江戸のことをいろいろ教えておくれ。なあ、
クズとやらも貯めておくでな。窓下を通れよ。はい、もちろんでございます。どんなクズ屋よりも高く引き取らさせていただきますので、ごひいひいにどうぞよろしくお願いいたします。あ、ニャー君、はい、ちょうどお預かりいたします。ありがとうございます。それではまた。はい、お引き止めください。よろしくお願いいたします。うん、ご苦労。またな。凌介、見てみろ、良きものが手に入ったな。お、これは腹ごもりだな。え、仏様なのにですか。いやいや、そうではない。中がウロになっておってな、この中に小さき仏がもう一体忍ばせてあるんだ。匠の技だな。しかし時代がついておる。だいぶ汚れておるな。磨こう。凌介、金だら、おお、用意がいいな。金だらいにぬるい眉に塩、手ぬぐいな。さあ、これで清めて。あまり気を利かせすぎるなよ。わしが嫁をもらう意味がなくなる。じゃあ塩でな。意を清めて。早速言いますと、お侍さん、その仏様をゴシ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 磨き始めました。最初はよろしかったんでございますが、後の方になりますと、底の方に貼ってある紙に湿りが入りまして、ペロッとめくれますと、中からポトポト。凌介、仏様ではなかったぞ。25両包みが2つ。50両だ。え、200文で50両でございますか。儲かりましたな。何を言うておるのだ。わしが買うたのはこの仏様だ。中の金ではない。千代田様と申されたか。その方もこのようなことになってるとは知らずにお売りになったのであろう。この金、その千代田様にお返し申し上げたいな。え、返すんですか。いやー、もったいない。知らずに売ってね、買ったのはこっちなんですから、もらっちゃいましょうよ。二人で分けましょうよ。なんでお前と分ける必要があるんだ。天下の通用金、金で金を買うことはできん。お返し申し上げよう。千代田牧斎様、探せば探せんことはないだろうが、わしのような若侍が持っていったのでは気を悪くされるやもしれんな。そうだ、あのクズ屋に届けさせよう。名前も居場所も聞くのを忘れたな。まあ、そのうち窓下を通るだろう。あ、明日から窓下をクズ屋が通ればメンテを改めよう。よいか。はっ。と言いつけますと、次の日から窓下を通るクズ屋さんはそのお二人に呼び止められるわけでございます。クズーい、クズーい、クズを洗い、くるくる。おい、クズ屋、ほっかぶりを取れ、メンテを改めさせよう。あ、はい。クズでございますかな。いやー、クズではない。なんだその方の顔は。四角いな。四角いにも程があるぞ。ここに穴を開けてな、目とこの穴で鼻を透けて、明日が足で歩かず顔で歩け、下駄顔だ。言っていい。いや、なんだな、おい、くずーい、くずーい、くずおあれ、からからから。お、くずや、メンテを改めさせよう。きっかいなる顔。なんだその方の顔は。長いな。その方の顔はあれだろ、上を見て真ん中を見て下を見たろ、上でなく真ん中を忘れるな。笑った。一体何だろうな。通るクズ屋さん、通るクズ屋さん、メンテに難癖をつけられます。加藤清正公を祀っております清少公様の境内、小さな小屋がございまして、煮焼き内をする者がそこで弁当を食べたり、お茶を飲んだり、バカ話をしたり。最近のクズ屋連中の話題はこれでございます。言ったかい。言ったよ。言われたろ。言われたさ。お前なんて言われたの。俺はね、顔が四角いって言われたんだよ。ひどいね、ひどいんだよ。それも言い方がひどいよ。ここに穴開けてさ、鼻をすげて顔で歩け、下駄顔だって言うんだ。ひどいだろ。そりゃひでえな。お前なんて言われたの。俺、顔が長いって言われたんだよ。そんなの生まれつきだよ、知ってるよ。でも言い方がひどいじゃねえか。上見て真ん中見て下見たら、え、忘れるんだったら上だろうよ。真ん中忘れるって言うんだぜ。ひでえだろ。ひでえな、それは。お前の顔、うまいこと言うな。よせよ、お前まで。え、お前さんたち何をギャーギャー言ってるんだい。知らねえのかい。お、なんだよ徳さん、知ってんのかい。
知ってるどころの騒ぎじゃねえよ、あれな。敵討ちだぜ。敵討ち？ほら、穏やかじゃないね。でも話面白くなってきたよ。どういうこと？実はね、あのお侍さんのお父っつぁんっていうのが細川藩の剣のご指南番だったんだ。腕の立つ剣の指南番。ところがね、細川藩のお侍さんね、お殿様っていうのは新しいもの好きだろ、うん、でそこにご指南番がいるのに新しいご指南番を若えのを連れてきちゃった。指南番と指南番で足したら8番だ、うん、でね犯人一人でいいから指南番なんてのは。この指南番を決めるためにお殿様の前で御前試合ってことになったんだ。ところがあの人のお父っつぁんっていうのは腕の立つ剣士だから、そんな若いやつなんていうのはもうちゃちゃーんとやっつけちゃったね。で、まあ、その若い方は、その城にはいられなくなったわけだけれども、その晩よ、お父っつぁんの方は気分がいいから酒を飲んでた。ところがその若い方は根に持っちまったんだな。で闇討ちね、卑怯にも闇討ちで後ろからずったずたのギッタギタにしちゃったんだ。したらもうお父っつぁんは死んでしまって、その若い方はその国にはいられないから江戸に上がってきてる。でね、江戸に来て何をしてるかってえと、くず屋に身を変えてるってんだぜ。おー、ほんとかよその話。え、俺らの連中の中にそんなやつがいるってえの？へえ、驚いたね徳さん、そんなのよく知ってたね。ええ、じゃねえかと思うんだって。作り話かよおい、長いよ。なんなん、おはようおはよう、みんな久しぶり。ほら、清兵衛さんじゃないの、どうしたの？いやごめんよごめんよ、四五日風邪ひいちまってさ、寝込んじまってたんだね。またよろしく頼むよ。あ、お前なんかさ、バカな面してんだから絶対に行かない方がいいよ。どういうこと？実はね、うん、若侍と中元の細川の窓下、あれ、その二人が探してんの俺だな。え、清兵衛さん、あの人の親殺した？いや、そんなことするわけないじゃないのよ。あのね、実はね、ほうほう、だからやめろって言ったじゃないの、そういう古物の類は。お前目が利かねえんだから。でも多分あれだな、古かったんだろ。侍ってさ、磨くのよ、ああいうの。手ぬぐいでぬるま湯しようなんかしてこうやって磨くんだよ。落ちたんだな。何が？首だよ首。磨きすぎて首がポロッと落ちちゃったわけ。侍っていうのは首が落ちるのを一番嫌がるんだから。あのクズや、わしにこのようなものを売りつけよって、あのクズやの首も同じようにしてやるってお前を探してんだぜ。行ってこいよ。行かないよ俺。首？これちょっとやめてくれよ。人のためだと思ったのにやめときゃよかったな。お前見つかれるとこれだからな。でもさ、お前あの先に得意が多いんだろ。そうなんだよ、あの下を通られるとえらい遠回りしないといけないんだ。どうしようかな。じゃあさ、細川のお窓下通るときには声なしでな、静かに通んね。こうしたら窓がガラッと開くんだからね。そうしなよ。そうしよう、うん、そうするよ。清兵衛さん、その日から2、3日は細川藩の窓下を通る時にはそーっと通っておりましたが、4、5日経ちますと体に染みついておりますから、ちょっと天秤を担ぎ直した途端、くずーいくずいと出てしまう。からからから、くずやー、面天を改めさせよう。甘くない。ほっかむりを取れ。へい、お前ら凌介連れてこい、上がってこい、来い、座れ。クズ屋、お前から古い仏像を買うたな。はい。随分年代が入っておったな。はい。磨こうと思ってな、ぬるい眉にしよう、手ぬぐいでもって、ああ余計なこと。するとポロ、ごめんなさい、まさか首が落ちると思わなかったでございます。私の首だけはなんとか。お前は先ほどから何を申しておるのだ。首などは落とさん。うん、落ちてきたのはこれだ。え、
50両。どうしたのでございますか。ほう、中から。はあ、あらー、さようでございますか。で、この50両をその千代田氏にお返し願いたい。え、返すんですか。もらっときませんか。何を言ってるんだ。わしはこの仏様はこうだがの、中の金を買うたわけではない。しかも天下の水曜金、金で金を買うことはできん。そのご浪人様も少し生活に窮しておられるのであろう。お返し申し上げてくれ。あ、わかりました。では早速お持ちいたします。こんにちは。おお、くず屋さんじゃないか。まだくずてやらはたまっておらんがな。いやいや、そうではございません。あ、どうもどうもどうも、お嬢さんもお久しぶりでございます。え、実はですな、千代田様、あの仏様が売れたんでございます。あ、さようか。あ、それはよかった。お約束通り差額の折半分をお持ちいたしました。そこまでされる必要はないがの、かたじけない。感謝申し上げる。200文で売れましたので、100文を半分に、こちらに50文を用意しました。はあ、非常に助かる。かたじけない。いやいやいや、50文ぽっちでまだ上があるんですよ。どうぞ。なんじゃこの金は。実はですな、腹ごもりではなかったのか。というわけでございまして、この50両、先方から預かってまいりました。いや、この金を受け取るわけにはまいらん。この金はおそらく我が祖先が子孫困窮の折に用立てようということで仏様に忍ばせておいた金。しかしわしは気づかず売ってしまった。この金はもう買っていただいたその高木氏のものである。わしはこの金は受け取れん。戻してもらえんか。え、こっちの50文じゃなくてこっちの50両ですよ。戻す必要はないでしょう。50両もあればこんな長屋に住まなくていいし、お嬢さんだってあんな汚ねえな、おじみななりをしなくてもよろしゅんでございますから、受け取っときましょうよ。くず屋さん、そなたには大変感謝しておる。しかしな、わしらの生活をとやかく言われる筋合いはない。どうしても持っていかぬと申すなら刀に変えても。いえいえ、わかりましたわかりました、持っていきますよ。なんだかな。というわけで高木様、50両が帰ってまいりました。うん、刀にかけてもと申されたのかな。面白い。清兵衛、負けんぞ。そなたをこの槍の錆に。分かりました分かりました分かりました。二人に脅されて50両を持って二つの家を行ったり来たり。清兵衛さん、1週間以上仕事になりません。困り果てまして長屋の大家さんのところに泣きつきます。いい話を聞かせてもらいました。分かりました、私が間に入らせてもらいましょう。というわけでございまして、高木様、私に一つ案がございましてな。この50両、20両20両10両に分けまして、まずはこちら20両を高木様に受け取っていただきます。そしてこちらの20両を千代田様に受け取っていただきます。そして残りの10両はしばらく仕事もできずに、まあ正直に行ったり来たりしてくださったこの清兵衛さんに差し上げるということでお願いできませんかな。家主殿、かたじけない。清兵衛もすまなんだな。こちらの20両気持ちよく受け取らさせていただきます。ありがとうございます。というわけでございまして、千代田様、高木様には20両受け取っていただきましたので、こちらの20両お納めいただいてもよろしゅうございますかな。家主殿、かたじけない。しかしな、
金額は変わってもこの金をわしが受け取るわけにはまいらん。高木氏にお返しくだされ。さようでございますか。困りましたな。それではどうでしょう。20両の型になるもの、何か代わりになるものを高木様にお渡しすればよろしゅうございませんか。そうすればこれは商いになります。施しではございません。20両の型になるようなものはこのうちにはござらん。いや何でもいいんでございますよ。ではどうだ。このような茶碗でも高木氏は受け取ってくださるかな。おお、よろしいではございませんか。なかなか景色のいい器でございます。それではこの器お預かりいたしまして高木様にお持ちいたしましょう。この器を高木が素直に受け取って、この話は一件落着したんでございますけれども、なんとこの話が後に美談となりまして、細川藩のお殿様のお耳に届くことと相なります。うん、そのような家臣がわしにおるのは大変誇らしい。大手みたいの。その茶碗と高木とやら目通し許すぞ。お殿様に呼ばれた高木は上下をつけまして、お茶碗は霧の箱に入れまして参上いたします。その方が高木か。うん、そなたのような家臣をもってわしも誇りに思うぞ。早速その茶碗とやらを見せてもらおうか。こちらでございます。うん、手に取ってお茶碗を眺めていたお殿様の目がスーッと変わります。おい、目利きはおるか。目利き、今の鑑定人でございます。はっ。この茶碗どのように見る。早速。ドゥルル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 ル。殿、ご推察通りでございます。百済高句麗あたりで焼かれた茶碗に間違いございません。我が町の土で焼かれたものではございません。一国一城にも代え難き名器でございます。金額にすれば300両は下らないかと。うん、やはりそうか。おい高木、この茶碗余が所望するぞ。よいな。はは。そのようなお殿様でございますから、その茶碗、部下の茶碗を横取りするようなことはございません。なんと300両の金が高木の目の前に積まれるわけでございます。300両。困った。凌介、生命を呼べ。生命、座れ。300両。困った。いや、何の話だかさっぱりわからないんでございますけれども。へえ、あの茶碗が、へえ、あるところにあるんでございますな。はあ、それでさ、300両。それをどうするんです。持ってく。あ、私が。そうなりますよね。やめてくださいよ、もう。50両で刀が出てきたんですよ。300両になったらもう大砲が出てきますよ。そのようなことはない。先例に習ってな、この300両を150、150に分けて、こちらの150両はわしがもらう。残りの150両を千代田氏に届けてくれ。わしが神戸を垂れる。この通りだ。いやいやいや、頭を上げてください。わかりました。まあ持って行ってみますけれども。ということでございまして、千代田様、150両になって帰ってまいりました。ただの清水焼きではなかったのか。いや、しかし150両という金、ね、受け取るわけには参らん。もうそんなことには言わないでください。また仕事にならなくなるんですから、お願いしますよ、受け取ってください。ああ、そうだそうだ、150両の型になるものを何か高木さんにあげればいいじゃないですか。150両の型になるようなものなどはうちにはない。して、その高木氏はお一人身か。ええ、あの中元の方とご一緒にお住まいでございますけれども、ええ、間違いなくお一人身でございます。さようか。浪人の娘なれど我が娘、侍の嫁にするにふさわしいことはほぼ教え込んでおる。いかがだろう、
高木氏がうちの娘をめとってくださるのであれば、この150両支度金として受け取ることができるがの。はあ、150両で娘を売るんですね。そのようなことではない。あくまでも支度金として。ごめんなさい、口が滑ってしまいました。良いではございませんか。高木様もあのような美しい娘さんをもらわないことなんかありませんよ。もらわなかったらね、足がもらえます。お前にはやらん。それでは早速高木様にお伝え申し上げます。高木様というわけでございますが、いかがでございますから。はあはあ、千代田様も考えられたな。わしもそろそろ年貢の納め時かな。そのような方の娘さんだ。うん、素晴らしい方に違いない。心よくお引き受けさせていただく。さようでございますか。よろしゅうございますな。足が間に入ってこんないい縁がね。いや素晴らしい。ぜひ早く会わせてあげたいですよ。綺麗な方なんですよね。いやせっかくですからお金をかけてね、女を磨いてやってください。いいお嫁さんになりますよ。いやもう磨くのはよそ、小判が出るといかん。